公電官物立法とは、平安時代中期に公電に対する官物付加率を定めた規定。両政国ごとに、大乗官府または戦時によって、段単位で定められていた。単に官物立法とも、律令制が衰退した平安時代中期以後、従来の税制は崩壊して、本来は人頭税であった伊、伊佐を蝶、水戸が、外と同じように地税化していった。 これらの地税をまとめて、官物と称した。初期の官物徴収は特に基準がなかったために、それぞれの国令に従って、官物立法が決定されて付加されたが、国史による恣意的な付加や、これに対する農民側の抵抗も強かった。 そのために遅くても11世紀中期には香伝を鎮祖、受け作した場合の樹脂に基づいて、一段イコール三刀、未米と称して蘇に変わる基本的な負荷とし、それに、陽、超水庫、増陽などに変わる地税負荷を、純米と呼ばれる大仏能の形で上乗せすることという基本が確立されることになった。また、その一部は稽古納めとして、京都に送られて、 朝廷の財政に充てられた。これによって朝廷は、素養庁に代わる安定した財源を確保する一方で、国史による恣意的な町税に制約を加えることになった。この制度は、王朝国家から初期武家政権に至るまでの税制の基本となり、一国平均役などの付加基準としても用いられていた。平田工事によると、単別に素に当たる伝素が1.5束、 水彫離島が1.5束、立島1.2束、立文化長物1.3束の計5.5束が基準であり、徴用は諸島領伝と定めた他に対し乾物に相当する量を収めさせたものである。ありがとうございます。